안녕하세요. 22입니다. ということでね、22のポテです。ということで。はい、ということで、JPN! これ、JYPN です。ということでね、今日ちょっと20とはちょっと離れるんですけど、まあ一応ね、JYP の仲間ということで、こちらのチャンネルでね、情報を出していこうかなと思うんですけど、JYPN っていうなんか新しいね、JYP のガールズグループが出るっていうのは、まあ結構前からね、ずっとあって、まあその新しい売り方として、なんかまだ何にも出る前から、アルバムのね、CD の予約をなんか受けたまわってて、僕らもね、それをね、7月25までだったかな。だからもうその選考はね、もう終わっちゃったんですけども、それでね、僕らはもう予約して、まあ、そのね、開封動画でも上げると思うんですけど、JYPN、もう謎めいた、今までなんかちょっとなんかシルエットだけとかはね、いろいろあったんですけど、謎めいた感じだったんですけど、ついにメンバー出ました。メンバーのもう顔も名前も踊りも出て、急にね、出たということで、まあ、今日それやっていこうかなと思います。はい、ということで、いつもね、こういう感じで、NiziU のね、情報だったり、企画だったりをね、相方の土持ちってやつと一緒にね、やってるので、ぜひね、NiziU 好きだよって方とか、JYP 興味あるよって方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、やっていきましょう。で、全部見せるよ。はい、ということで、この JYPN のね、公式の、Twitter があるんですけど、そっからね、もう本当に12分前ですね。まあ、本当さっき出たんですけど、プレスカバー、四角、サマンサロング、オムテオン振り付けということで、ちょっとよくわかんないですね、僕には。まあ、でも、この、ジンニちゃんと、ジウちゃんと、キュジンちゃんかなの3人で、3人がメンバーってことがわかったのかな。これの3人が全員だと思うんですけど、まあ、もしかしたら全員じゃないかもしれないですけど、多分この3人がメンバーなんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと今日ね、この動画見ていきますね。もっともっと光るよ。はい、今ダッシュで登録したんですけど、このようにね、JYPN っていう、もうチャンネルが作られてました。これぜひ皆さん、これチャンネル登録しといてください。これ、チェックです、これ。ということで、この1分29秒の動画があるので、ちょっとそれ見ていきます。ディングドング。かっこいい系かな？最初むちゃくちゃかっこいいやん。かっこいい系やね、コンセプト。多分うわーい、うわ、これはいいぞ。お、かわいい、この子。ういー、ちょっといいぞ。うわ、すごいえ、すごいじゃん。あ、いい笑顔、このかっこいい中での笑顔、とてもいい。まあ、これは別にデビュー曲とかではないっぽいよね、多分。めちゃかっこいいやん。むちゃかっこいいやん。うわ、すごい。うわ、このピンクいズボンの子、めっちゃいい。そう、僕、誰がどの名前かとかちょっと全然わかんないんで、もしもこれピン、まあ、全員分、できれば全員分、誰が誰ですっていうのを教えてくれると嬉しいなと。これピンクい子いいな、特に。終わっちゃった。終わっちゃった。はい、ということでね、コンセプト的にはイッチーに似てんのかな、かっこいい女性みたいな。コンセプトなのか、まあ、この最初だけかちょっとわからないんで、まあ、でも最初だから結構それが強いのかなって思うんですけど、これいいね、なんか美人。可愛いというか美人。美人でかっこいいみたいな、やっぱそういう印象でしたね。で、僕はもう個人的にピンクのズボンの子がちょっと今めっちゃ美人やなーって、めちゃくちゃ美人やなーって思って今すごい興奮しているんですけども。これちょっとね、JYPN、これ JYPN っていう、これ JYP ネーションの略じゃない、ないのかな？ちょっとこれマジで全然詳しくなくて、これについて。JYPN っていうのがちょっと、グループ名ではないよね、これは。ちょっとグループ名なのか、全然わかんないのよ。全然わかんないよね。NiziU の僕オタクなんですけども、ちょっとね、新しいことと全然わかんないので、まあ、今後ね、まあ、この JYPN の情報もね、出していければなと。で、一緒にね、詳しくなったり、まあ、コメント欄でね、詳しい方すごい教えてくれると、嬉しいなと思います。ということでね、まあ、JYPN の今後の情報にも期待しましょうということで、今日もご視聴ありがとうございました。